恋というものを知りたい。彼女はそう言った。北城よ、恋とは何だ。どうしたどうした、彼氏さん。あ、いや彼氏じゃないよ。主に恋の定義をしてみませんか。西条さん、ありがとうございます。惚れたな。え、フェーフェーフェーの。俺にとって恋とは光だ。恋する乙女が発する光、とにかく邪魔なものそのものだ。恋だな、恋しちゃったんだな。人の彼氏が欲しくなるって感じ、どうしてもよく見えちゃうんだよね。それは素晴らしいですね。はい、北城さんは恋をどのように捉えていらっしゃいますか。近くて遠いものかな、私の場合。あ、私この人好きだわって思ったらそれでしょ、それが恋でしょ。なるほど、面白い。面白くないから。恋とは誰しもが語れるが、誰しもが正しく語れないものである。何なのだ、お前は何の光なのだ。